ではこの流れでそのままやります。じゃあ第2部よろしくお願いします。Thank you.
次よ、ご苦労グリーングリーンビレッジにはこちらでお降りください。心意気
旅でしたが、ようやくグリングリンビレッジに到着をできました。来てすぐに今日はあのスープやらサラダやら、ピザやらをいただきまして、ちょっとむちゃくちゃ美味しかったので、多分名古屋に帰ってもあのピザがもう一回食べたいなって思い出しそうな味でしたね。え、面白い頭してるね。あ、そう自分で見えない。なんか80年代か90年代か。じゃあ次はどう出すか。じゃあ空っぽの朝一番で。
今晩はここの店主の水くんと水くんご夫妻の、もちろん公認プライベートはちゃんと、あ、いいですか水くんと秀美ちゃん家に泊めてもらうんですが、そこもすごい古いお家だったって聞いたんですけど、私も築70年ぐらいのお家に5年ぐらいまで住んでたんですね。でその時の同居人のことを歌った歌を歩く人
ギターの K さんです。あ、私の名は王さん。じゃあ、一応王さん。私、もうやめようか。昔からチラシに漫画を描いたりしてて、それが最近原画展みたいなことをやってもらえることが多くて、でその中の一個の、年末の展示用に作ったスゴロクがそこにございまして、もしよければエッドの CD と一緒に、ポストカードとかもありますから、まあ年賀状書いたりね、こう年末年始遊んだり。でそのスゴロクはサイコロがスーパーボールの素材でできているので、跳ねまくるんですよ。スゴロクもだいぶちょっと失笑って感じですね。まあ、さっきの兄弟アロエ野生を見たら分かると思いますが、大体あんな感じです。私の笑いに対する感覚はあんな感じです。でも本当名古屋でも一月弱ぐらいやらせてもらって、原画展を今度大阪にも呼んでいただいて、ね、漫画家としての道を着々と歩んでKさんです。Facebook ページにイラストレーター K っていうのがありますから、ページがありますからよかったら Facebook とかやられてます。ライブペインティングの、そうです、ちゃんと絵を描いてらっしゃる方の目の前でこんな失礼なことはないですか、ね、この後もまだ続き、あ、書きました、これ、完成、完成、完成だそうです。ありがとうございます。愛の砂嵐という曲です。お前の料理
必ず最後にチャリって言う、チャリって言う。お前の料理は必ず最後にチャリって言う。里芋むくなら必ず最初に洗う。ほうれん草はきちんと根元の方まで洗って OK。 隠し味は愛にして、砂はいや小石もダメ、今日も浮き荒れる愛の砂嵐。ありがとうございました。ありがとうございました。アセンション前に会おうって電話で言われて、まあこれ行かなかったなと思って。で、来ることができて本当に嬉しかったです。明日はまた新門司港から5時半の船に乗って大阪に泉大津港に帰る途中、また多分6時40分頃船のロビーで演奏をしていますので、もしお暇な方は一緒に船で大阪に行きませんか？すごいね、すごい大興奮。私久しぶりスキップしちゃった。つくしって名前の電車じゃないの、でっかい船に乗って、で駐車場も探検したんですけど、駐車場もまだまだいっぱい車が乗るぐらい大きくって、なんで船での浮くのと思って、こんな重たいって聞いたんですよ。頭がいいのでこの人で、大体何でも答えてくれるんですけど、そう、浮力が働いているからだろうでだってさ、鉄はだって地球人の陳腐なテクノロジーぐらい私のとっては勘だ。でもさ、重たいもいっぱい乗せとるのにどういう浮力と思ってね。で昨日も言ってたんですけど、
私王家の紋章っていう漫画が好きで、あの未だに多分55巻とか6巻まで多分30何年続いてる漫画で、であのナイルの姫様あのがいて、その人がアメリカ人でナイルエジプト古代エジプトの研究してるんだけど、ナイルの川に落ちちゃったら古代3000年前の古代エジプトに行っちゃって、で最初は奴隷の身分だったのに、奴隷の牢屋にいられたらダメよ、その水は飲んじゃいけないわ、それはこうやって水をこすのよとか言って、ろ過の仕方とか水のとか、あの奴隷が鉄を作ってたら違うわ、もっと熱い鉄でこう冷やしてもう一回流すのよとか、なんかこう現代人の知恵をあの古代エジプトに授けたので、あの奴隷の身分から結局あのメンフィス様っていう王様のお妃になって、さらに諸国の王がもう知恵のある姫だから、それあのナイルの姫様を奪ってはそれをまた奪い返しっていうのを30年間やってる漫画なんだけど、でまた奪われては奪われたっていう、私がもしナイルの姫様になったらずっと奴隷だなと思ってだってあの橋はどうやってできてるの、橋はどうやってできてるのか分かんないし、船も飛行機も作れないし、鉄の作り方もわからないと思って、なんかもうちょっとあの現代に生きてる人間として知恵を得たいと思いました。つくしに乗ってということで旅の思い出でした。じゃ あの本当に今回はどうもありがとうございました。じゃあワルツというあの、ま福岡にもよく来てると思うんですけど、星神と船戸の星神純子さんが私の曲に、歌詞をつけてくれたワルツという曲で終わろうと思います。今日はどうも本当にありがとうございます。ありがとうございます。あ。
川西本さん。